めっちゃ画面ど真ん中。オッケー。もうスタートしていいですか？タイマー。あと5秒。スティール。左。失礼。緊張が。誰が？マー君さんが。200のレイズに。で、誰さんが？誰さんが600？あー、間違えた！で、で？マー君がオールイン、オールイン、オールイン。いや、初心者なのに、なんでもっとみんな優しく発信してくれないんですか？ゲーム終わったらどうしたらいいんですか？終わってない。ネクストゲームみたいな。ネクストゲーム出てない。下の方に大きなボタンでネクストゲーム。出てないんご。誰かがマックできてない。マック、なくないですか？で、俺がオールインってやったじゃん。オールイン、フォールロコールドで OK でしょ？オッケー。次のゲームいった？スタート、スタート、もう一回スタート押したらいいんですか？あ、オッケー、オッケー、スタート、はい、オッケー。レイゼット降りたら壊れたいんだよ。それだけの半分。いやー、しんどい。ウータンホールド、ライヤさんホールド、もともとさん。ホール。誰さんコール？ああ、オッケー、コール。マックンさん、チェック。はい。手元だけだったら、誰が誰か分かんないじゃないですか。オッケー。ネクストハンド。オッケー。はあ。はあ、疲れた。毎回スタート押さないとダメなんですか、これ。そう、マニュアルの場合。へえ。そうすると、みんながホールしたら勝手に次の点。
ホールド、ホールド、ホールド、ホールド。だ、誰までホールドした？おいで324で。マークさん、ホールド。ウーさん、3個。ホール。3人。オッケー。間違えちゃった。コール、ウータンさんコールド。え、ウータンさん降りて、降りてるんですか？え、ウータンさんがコールしてることになってます。で、だから戻ってコールと。いや、なんかハンドが勝手にマックされてる感じになってます。コールつくマック。ハンドは見えてるはずなんですけど、誰と誰の争いでした今？ 3人？結構みんな降りてます。なんか、勝手にみんなファファファッとフォルドになってあれ次に進む。で、今、アライアさんが誰？ビビビビビビボタンどこ？これボタンどこ？ボタンどこ？ OK。 で、次のアクションがブルさん。違う。違う。ハタモトさん。え、違うぞ。ずれてるよ。手上げ。
ペットいくらですか？店長チェンジ。わからん。順番が勝手に決まった。あらん。みんな折れてるね。みんな、ここ取っておいて、あれ人数取れる。いいですね。誰に対する？この機能だ。こっそりオープンしてやったら下がるかな。鬼のマウスさばきを見せてやる。俺のボタンカチカチしてるだけなんで僕の邪魔に勝手に出てくる。ヘッドミスやから。
Paper is 8 of clubs. Action is on my day. He bet 2000. Oh my god. 別に事故ってないですよ。よくある、多分。今日のステーサーブのジョーステープルと、あと誰だっけ、ジョシュ、ジョシュじゃない、ジョシュです。名前忘れた。がよく実況でやるんですけど、今回のピンシールとかもそれより。あいつら本当実況うまいですよね。うん。だから、そう、声がいいから。完璧。Three way to the top. Player, S, king, queen, queen.
トイレの中とかだったら実況できそうですけどボスボス言ってれば超密かにやってるコールド、うん、コールルーマークさんのコール。Yes, thank you. 525です。Yes, 525。面白いですね、これ、うん、マー君さんがチップリーダー、うん、ソフィーさんがセカンドチップ、うん、おいでさんが3誰もリバイじゃないですか。まだ来てないです、それは何回までですか。1回です。刺さりましたね。リボイはこうかな、嫌いだ。Thank you.
リングやってます。リングやってないです。トーナメント入ってます。600。フォールド。おお、まずサーブイン。
おお。さあどうでしょう。RFID すげえな。ベッドしたら俺もう5人で詐欺入れながら痛み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 気になるわ。これやっぱチップカード入れた方が完全に動画のなんか見栄えがありますよ、ね。動画映え。はい。アウツもパーセンテージも出るんで。どうですか。何も言えねえ。今は何も言えないっす。あとで、あとで。
リバイです。リバイ。タブレさんリバイです。
もう人の反応見れるから。森川さんはレイズいくつですか？これは相手が厳しすぎる。先に入れるか、それでゴールするかしないですか。あれ、マスターさん、もうですよ、明らかに止められました。遠すぎるね。せめてもうちょっとじゃんけんぐらいしたかったね。ドミドミドミでしょ。俺あの経験2回ぐらいあるわ。あれしょうがない。ほぼ勝てん。もう見てるから。我慢してきたんだけどね。そういう時に入ってるもん。我慢したんだけどな、だいぶ。はい。これはえぐいな。フォールドして終わりました。レベル6が終わったな。Thank you.
それでもいいですけどね。後半へ行くね。多分ストラクターつればいいだけですね。まあ、50% SB のアンティングすれば。まあ、いいんじゃないですか。この BB と同じアクセスを持つ。横かじがいますかね。あ、やっぱり BB アンティングなんですか。おいでさんがレース700です。ホールドソフィーさん。まあ、50% でやっていいんじゃないかな。多分 50%。 このハンドどんぐらいでこうしていい。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、でも、ボディなんだよ。あとで勝率見てください。大体わかると思いますけど。想定してないから一番悪い。間違いないです。画面の方なんかもう一個なんか上で吊るしてある動画多分もうこのこれが録画してるところにもう上からペペペって乗ってるから、ホールド。
数えてます。うん。でもいいけど。エントリー、はい、今の萌出さんがオレンジですか。萌出さんがオレンジ、マー君さんがここでソディさんさん、
サクルじゃないですか。花火か。花火なわけない、花火なわけない、この音。休憩タイムです。チップを整理します。この反応がラストです。ゴジラが来るみたいな、そういう感じのあれよ ね、 ここなんてもうキュッてやったらキュッてなってみんなで死んじゃいます。死んじゃいます。ノーコメントでお願いします。俺を耐え耐えとっていう人のかな。スリーベース入れながら、それとは何か。あ、マイハンガー、優勝だ。
なんか AK か店舗形状かなと思って。で、俺にね、ウータン降りたからもう殴ってこれ。オリジナルより弱いって言って凍ってるから。弱いってか凍ってる。反応出てこないから横をやったら。優勝だと思ってんけどな。よくて3点とかだから。マリンじゃないですよ。最悪、優勝出たら、発音出てますけど。ちゃんとファンが1回も入ったことないけど、うん、ヘッドシャイン。アウター？俺、俺は。俺は好きな声だ。次、一つ、次、次。これ。自分で。サガンにレイズしてるかな。いや、なんだろう。うん。ウンタブルさん6000。あ、違う。ユリさんが6000。スタック自分の持ってるスタックの半分が預けチップになる。リールしたら。したら。ペイさんがレイズしてみんなおりました。はい、1600ですね、レイズが。
するいいモードで。いないぞ。どんどん上がっていけるの。昨日だった。2800ぐらいだったんですよ。ああ、じゃあ、これはもう入れないとって感じだな。入れる、入れる。だったらでも入れていいよ。いいですか。1000ならポットに入ってるのがほぼ1対1とかだ。ここから減らしたのでやっていくパターン。ほんとしまーす。あと残るけど。オリジナルは1万ソフィー君オリジナル。どうだな先入れ。あー、分かるの見せばリンクしました。ああ、そう。今日じゃ多分次やったらいけると思うよこれ。そうなんですか。ハード。多分ね、あのディーラーの方を見るよりこの録画してるこの画面を見れば、画面見ながらやったら大体できると思う。名前大丈夫？学だけ言ってくれれば終えると。ないことになって、いい勝負ですね。53%だ、46のみだな。でもね、手の消えたないけど刺さりましたね。そのっていうのを流れちゃったね。平均がそんなにないんですよね。
広げればだいぶ見やすくなる。そうあれができなくなります。これが消せないんですよ。そこは変わんない。あんまり変わんないです。操作をもしなきゃいけない大変。2万円ですよこれ。次回ブレインドアップです。ソティさんがいくらでした？あのレイズが画質落ちる感じですね。まあ、見えないことはないんじゃないですしながらやればだいぶ勉強になりそうですね。そうですね、もう、うん、自分の資格ばっかで実況で合ってるか合ってないか外れてるとこやっちゃって、まあ、外れても誰も直してくんねえから恥ずかしいよ。AKBB がもう AKBB って平均スタックがめちゃくちゃ少ないんで、ワンレイズ入れてブロック CB をくれるとほぼ終わりですよね。やられるんですよ。入った。あソフィーさん、デッドいくらしましたか？800です。あ、違う、別800です。どうだろう。18番ですね。18番もう、ストレッチが早いから。下の方はもう、ほぼ入れなきゃ。下が入れるパターン。
タオだとあれですよね。2BB 残ってるだけでダブラックスが大きいですけど。しっかりレイズしましたね。Everyone loves chokepo. ビッグスタックでも慎重に打たないといけないかもしれないですよね。もう本当にプッシュばっかしてどうかっていう。メインで300人だ。メインで、デイワン A が270人で、で、B が160人ぐらい。190ぐらい。デイワンでもそんな減らないんですね、じゃあ。なんかデイワンすげえ来てましたね。だからテーブル足りないから、一旦メインディになるんですよ。ああ。ディーラー足りない、テーブル足りない。結構なんか遅くまでやってましたね。で今なんか1時ぐらいまでやってるんですか。1時ぐらいまでやってました。ギリギリ。でもその後の J1B やばいですよ。朝まで。マジですか。9時から朝まで。やば。七時です。リングでもやりますか。
いいよ。うーん、別に金あるから。いいですよ。やるならやるでいいよ。マークさん、リングやります？いやー、どっちでもいい。え、ウノ。え？下、たまんないでしょ。いいよ、後ろで見てるよ、これ。一応3人。やるならやるって感じですか？やるでしょ。やるでも、どっちもいい。人がいるならやる。やるならやるでも。だから僕さっき言ったように、何人目の男的な感じでいいですよね。何人目を開けないといけないじゃん。ちょっと、キョウちゃん散らかしてる。あ、ほんまに散らかしてないです。仕事の途中で呼ばれたんですよ。じゃあ、僕に散らかしてください。これはまだ上がってません。前回のままです。ん？ジーニャさんがおるんで。ウィルさんおるんで。さすがにここには凍るんですけど、うん、まず負けまず負けてるまず負けてる勝率はあるかもしれない。そんな勝率で1パーとかですよ。入り口の時点ではあれですね。やっぱ組んだけでも5枚いて、はい、数確率が多分 28% とか上がるんで。あ、そうそうですね。ですね、ああ、そこの違いなんだ。これでダイヤスートとかと思って、はいはい。半端ぐらいで上がる。4名です。はい。プラス3ぐらい。なるほど。プラス3ぐらい。おぉ。3パってどうなんだろうね。ちょっとはやっぱ気持ちなんだ。気持ちか。確率ちょっと上がったなぐらいの。保険上がってる感じ。まあね、スーツあるとないですし、確かに気持ちの問題。フロップ2枚だってでも、グンとなるから。確かに。気持ちが違うかも。フロップ以降。基本的に10ビビ切ったらレイズしたんで、減るんで5ビビに減ったりとかして、結局何もできずに終わるから、オールインしたら絶対そう。
飛び出会ってる相当言えないスペードがスペードがちょっとどうかな。トップで18ミリですかね。この前2000ぐらいもできましたっけ。入ってるかもしれない。1200、1200入ってるかも。それぐらいもできましたっけ。総スタッフが、総スタッフが16万ぐらい、1万の数ぐらい。オーナーの日はなんか2万2千4千。マジですか。どんなにリバイスなんですか。いや、参加人数は少なかったよね。リバイスそんなしないと思うよ。でも結構あったよね。1万スタートかな。あ、コスペンそうだろ。1万スタートだろ。多かった気がする。次1回リバイは次8000点の、普通リバイ目は6000点の。あ、ダブルあるんじゃない。あ、ダブルリバイとかってことですか。店的にもあれじゃん。まあありちゃう。ダブルリバイを500、500にするか、1000、1000にするかは。1000、1000高いけど、でも初めが1000だから。オールインです。オール、アローフン、エスカ、エスペン。スープがちょっと強いですよね。やっぱスーパーセントだけだと。ジジイ。お疲れ様でした。ぶつかって名称だらけ。違ってくる。勝率ないから。いや、どっちでも取れると思う。いいと思うけど、だいぶ星出した。だいぶなりやすさ。作者は、この時は俺毎回オープンするんで。今日はそれが上がるもんね。YouTube に上がるもんね。みんなからカンパしてもう1で聞かればいいのに。ああ、1人2000円、1人2000円なら1人1000円でも。そう、だから1週間貯金箱置いて1人1000円新しい。で、残りは横さんに。それはあれだよ。だとステーキングを1万7000円でいいと。全部。もう全部プラス3000円でいい。そこはちょっと経費でなんとかしてもらえないですか。知りません。
公的エッジがこれはエッジがありますね。なんか100円を超えて、なんか500円玉時計みたいな感じで、お金貯まったら、なんかホットプレートとか、この前のティファールみたいな。商品と、はい、その下に一個ずつ貯金を置けばいい。なるほど。欲しいやつに入れていけばいい。差が出てくる。そうそうそう、全然俺の。リクエスト人気ねえなみたいな。はい。人気なかったけど、そうです。入れるときで軽い男を持って。二号とすごい。営業成績みたいなものが当たる。俺やったことないんだよそれ。アラファでね、何度か触ったことあるけど、ね、やったことないんだよ。俺おっちゃんまでやるかもしれない。近くするから。だからやらないんだけど。さっきの畑本さんオレンジですか？いや、オレンジじゃないですよ。レーズです。なるほど。トップを取ってたり、レーズです。3500のレーズにオレンジ。3500をして。ホールド。やばい、追いついてない。やばい。ちょっと鬼のマウスクイックを見てくださいよ。やばい、適当に書こう。ダメですね。まあ、だんだんなんで。今もあれでしょ。ディーラーが。ドローンが、もういいか。今日ちゃん誰かディーラードリンクをおごってあげる方はいらっしゃいませんか？砂糖は？なんでこのボリュームディーラードリンク？ディーラードリンク普通にオプティスさんが当たってもいいじゃん。そうなんです。じゃあ今日ちゃん次交代。1万100です。苦手。
キョウちゃん答えたもん。1万3000円以上でしょ。で、多分40何パーだ。微妙、すごく微妙。ギリギリだと思う。Thank you, Lira。あとは、チョコレート食べに行きたい丸。それで順位、それでドショートになってしまうんだったら、まあ、しない方法がいいかな。ダブルラインってことぐらいです。多分、どっちでも。けど、呼びとしてはこういう踏んだ、踏んだホールド？ホールドだった。オッケすると甘いものが欲しくなりません。これはね、ナッツが好きなんですよ。多分甘いものなんで、なんか口入り含みたいっていうのが分かる。ガム食べる。ガムはさすがに怒る。それはダメ、それはダメ、それはダメ。マジで辛いガムダメ。辛くはね、辛いんですよ。キシリトールとかミントとか嫌いです。はい、入れない。たまにある飲み屋のやつ。なんかもう昔からずっと集中するときは糖分が欲しいもん。3000人5人。あ、待ち待ち、え、フィーさんはまだ。で、今ダウンした。ダウンしたんかい。なんかこう、いちいち一人一人フォールドアクションすると、なんかこっちでもフォールドにしてくれるから、あみたいな。重複しちゃったってなっちゃうんですよ。なんか左矢印のボタンが戻る。存じております。それはできてる。それだけはできてる。なんとなく、そう、欲しい。多分どっかが1000ぐらいずれる。まあ多分あれ、あれじゃない、さっきチップレースじゃない。チップレースで、いや違うの、なんでずれる。ハンドあのすいませんでした。いや違う、あの人だから。3人やっこれオプション。
ちゃん相手できるよ。これブラインド上げるのどうやんの？ブラインド上げるのどうやるんですかね。終わってないです。なんか800？あ、でも分かった。800？ 1600？ あ、1600。 OK でーす。多分できる。これスタートって押せばいいの？はい。OK ですか。トピーさんが3200円、レジでモイデさんが多い。3200？ これこれ。ちょっと待って、3200にレイズのモイデさんが多い。モイデさんが。トピーさんこう。ハタモさん降りてる？はい。モイデさんオールイン、ソニーさんコール。ディール終了です。はい。え、終わったんですか？はい、ディールで終わります。